名探偵、コナン名探偵、コナンの登場人物少年探偵団、青山豪将、ふるさと館前に設置されている、少年探偵団のブロンズ像、左から、玄太、歩美、コナン、光彦、灰原。少年探偵団は、週刊少年サンデーで連載されている、青山豪将原作の漫画作品、および、それを原作とする、テレビアニメなどのメディアミックス、名探偵、 コナンの作品に登場する、子供だけで構成された、架空の探偵団である。少年探偵団のメンバーは、江戸川コナン、灰原イムードメーカーの吉田あゆみ、コナンの不在時に探偵団の頭脳として活躍する、つぶらやみつひこ、自称団長で切り込み体調的な力自慢の小島、玄太の5人で構成されており、いずれも、低丹小学校1年 B 組に所属している。 少年探偵団の中でも、歩み、光彦、玄太の三人は、灰原を潜り込ませるために考えられたキャラクターである。この三人は、好奇心旺盛で自己顕示欲と、英雄願望も強いため興味本位で事件に首を突っ込むが、その目的のほとんどは手柄を上げることにあり、コナンとは異なる。また暗号や不審者を見るとすぐに、宝や事件を連想し、捜査に乗り出した結果、 犯人に捕まって命の危機にあったり、周囲に迷惑をかけたりすることすらある。さらに、作品の都合上、被害者に落ち度があったり、やむを得ない事情があったりしても、自分の犯行を経営しあるいは正当化したり、他人を巻き込んだりする犯人を絶対悪と決めつける傾向が強い。初期はコナンの指示に反して勝手な行動をとることも多かったが、現在は、 多くの事件を経て離れしてきており、顧問を自称している一年 B 組担任の小林先生よりも的確な対応ができている。ハットリヘイジや怪盗キットとも関わるようになる。たまに登場しても目立たない回がある。由来はシャーロック・ホームズが組織したベーカーストリート・イレギュラーズと江戸川乱歩少年探偵団シリーズの少年探偵団からキャンプなどで遠出する際には、 赤坂博士が主に引率役を務めるが、博士が同行できない時は、毛利小五郎も、コナンの保護者として同行して、引率役を務めることがある。他に、毛利蘭も、コナンの保護者的立場として自ら引率したり、博士や小五郎の引率時に同行したりすることがある。アニメと異なり、元々の原作初期では、少年探偵団は結成されておらず、歩み、光彦、 現太の三人もコナンと仲の良い同級生でしかなかったため、赤砂博士と接点も少なく、コナンが同行を頼む保護者は自然と乱になっていた。探偵団が結成されて博士がバッジ等の発明品を作るようになってから、東出時の博士による引率や、赤砂邸三人が頻繁に出入りするようになることが増えていった。そのため、少年探偵団の出入りの頻度は、学校以外では、 赤砂亭が主で、ついで、毛利探偵事務所という傾向になっている。少年探偵団が関わった原作のエピソードについては、名探偵、コナンの漫画エピソード一覧少年探偵団が関わったエピソードを参照江戸川コナン生、高山南明確な入団の意思は示していないが、半ば強制的に団員として扱われ、入団させられた探偵団の実質的リーダー。 灰原愛生、林原恵子なんと同じく明確な入団の意思を示してはいないが、転校後すぐに、あゆみたちから団員として扱われ、入団させられた。探偵団の副団長的存在。吉田あゆみ生祝い、雪子コナンを少年探偵団に誘った、長本人であり、灰原が入団するまでは探偵団の、好う一点であった。おかっぱ頭にカチューシャをつけた、好奇心旺盛な少女で、 推理よりも謎解きの方が好み。素直で順調な性格だが、少し天然気味である。年齢以上にオシャレに興味を持っている。誘拐されることが多い。ゲン太や光彦から好意を寄せられている。動物好き。好きな食べ物は、ハムサンドと、卵サンド。体重は15キログラム。一人称は、歩みというのがほとんどだが、私ということもある。動物やものに対して、 三付けをすることが多い。コナンに片思いしており、稀に小学生とは思えぬ積極的な行動や言動で、コナンに恋心をアピールする。その一方、コナンには好きな人物が他にいるのではと悩んだりもする。他人の感情や思いに対しては、年齢以上に敏感で、特に他人の恋愛などに対しては、強い傾向にある。小学1年生にして、かなりの耳年まであり、 暗算型や A の意味についても探偵団内で一番正確に理解している。時には犯人や被害者の感情に対し一言呟いたり物申したりすることもある。灰原のことは当初こそ一歩引いて灰原さんと呼んでいたが、ある事件をきっかけに親しみを込めて愛ちゃんと呼ぶようになり、ますます打ち解けるようになった。高層マンションに住んでおり、母親と手を繋いで歩くなど、 家族との描写は見られるが、作中で顔が描かれたのは、父親のみである。仕事は、両親ともに不明。10年後には、可愛らしい幼子の美人へと成長することが、予測されている。名前の由来は、推理作家の北川歩美から、米国版での名前は、エイミー・ジェーガー。つぶらや光彦生、大谷育恵、折笠愛両親とも教師。中学生の姉、浅見がいる。 両家のお坊ちゃんタイプで、同級生に対しても常に丁寧語を使うなど、礼儀作法を重んじている。そのため、マナーをあまり守らない玄太に対して、注意をすることがよくある。顔に、そばかすがあり、髪型は真ん中で分けているのが特徴。ヨーグルトが好きで人参が嫌い。体重は 20kg。人年齢の高いコナンや灰原には劣るものの、小学1年生とは思えないほど豊富かつ。 横断的に知識を持っている。アニメオリジナルストーリーでは、特にそれが強調されており、源義経や吉田昌院、幕末の日本など、日本史やアーサー・コナン・ドイルの赤毛連盟を解説した。さらに、探偵たちの鎮魂化では、中学受験レベルの算数を使え、アトラクションの待ち時間を計算するなど、論理的思考力も兼ね備えている。様々な事件での経験を通して、 とっさの状況下での判断力も鍛えられており、発作を起こした人の謎の上ごとを、すぐさまメモにとって、コナンの状況解析に一役買ったこともある。また、知らない道を覚えるため、ガソリンスタンドの場所と名前を覚えていったように、冷静さと記憶力も持ち合わせている。ランドセルから取り出した、昆虫図鑑の目的のページを素早く開けることから、昆虫図鑑にも精通していることが示唆される。 経済情報にも通じており、東都水族館に鈴木財閥の資本が入っていることを知っていた。ホームズの目視録のサイドストーリーにあたる、オディ11弾では、アメリカの少女タレントが、灰原本人ではないかと疑った結果、彼女がイギリス情報局の情報員で、マフィアに追われ、年齢を偽って、日本に隠れていたと推理していた。頭脳面だけではなく、マラソンでバテていた、コナン。 歩み、玄太をよそに息も切らさず、涼しい顔をしている体力や、探偵たちの鎮魂下では5メートルは離れているであろう、犯人に放棄を、やり投げの要領で当てる運動神経も持ち合わせている。普段は、コナンやハイバラがいるために強調されることは少ないが、彼らの不在時には、歩みや玄太と協力して推理を組み立て、事件を解決に導くこともある。アニメ225は、 商売繁盛の秘密では、赤毛連盟をもとに、全く推理できないコナンに代わり事件を解いた。行動力もあり、単行本21巻ファイル。3、造下の塔では、発信機を頼りに、コナンを助けた。責任感と、男気あふれる一面もあり、アニメ209は、竜人さん転落事件では、自ら首を突っ込んだ事件のため、銃で脅されても、コナンや、 赤坂博士生について口を割らなかった。ヒーロー好きで暗号を見るとすぐお宝を連想してしまうなど子供らしい面もある。以前は一途に歩みのことが好きだったが途中から転校生として現れた灰原にも心惹かれている。名前の由来は指定揃って浅見光彦から米国版での名前はミッチ・テンニソン小島玄太生。 高木渡る探偵団の切り込み隊長的存在で団長を自称しているが、現在は実質的なリーダーはコナンにとって変わられている。体重は4 0ラム歩みに、それ以上太ると豚さんに笑われちゃうよと言われるくらいの大きさ。頭はおにぎりのような形をしており、左側頭部に10円ハゲがある。活動的なありに運動はあまり得意ではなく、 少し走っただけで息を切らせたりしていることが多々見られる。水泳も苦手で7メートルほどしか泳げない。その一方で灰原を片手で持ち上げ、そのまま抱きかかえて全力疾走できる体力、腕力もある。探偵団の中では人一倍、食欲が旺盛で、キャンプ等に出かける際には目的地へ着く前に三彦たちの分のお菓子まで平らげて注意されることが多々ある。また、 たまたま訪れた回転寿司のお店で殺人事件に遭遇した時にも現場保存のために停止したレーンの上に乗ったままになっていたお寿司にまで手をつけようとしたことがある。卵焼きを王子焼きと呼んでしまうなど勉強はあまりできないが確信をつく大人かおまけの鋭い突っ込みを入れることもある。性格は直情的かつ短気で思っていることがすぐに顔に出てしまう。面倒臭いことからは 逃げようとする傾向もある。口調は荒く、相手が大人であっても、滅多に敬語を使わず、呼び捨てしたり、お前をばわりしたりすることもある。また、三彦に、論破されては怒鳴って、胸ぐらを掴んでしまうこともあるが、典型的なガキ大将とは違ってそれほど、暴力的ではない。また、殺人や監禁などの重大事件に出くわした時でも、金や食べ物が絡むと短絡的な行動をとってしまい。 結果的に探偵団を窮地に落とし入れることが多く、その点を反省することがほとんどないため、探偵団のエピソードでは同様の行動を繰り返して、周囲の足を引っ張ることが多い。さらに、他者に迷惑をかけても鈍感なため自覚せず、よほど自分が悪かったと痛感しない限り、ほぼ謝罪することもない。しかしその反面、母や祖母など年長者の言いつけを守って行動することも多く、 いざとなれば、コナンやハイバラの指示などにも従って、危険な事態にも、アユミ光ミツヒコと共に立ち向かう勇気を持ち合わせている。好意を寄せるアユミには優しく、釣り道具を持ってあげたりするなど、かっこいいところを見せようとする。うな重が大好物。家は父、元次が経営する酒屋。本人曰く、岐阜県に叔父がいるらしい。ちなみに、コミックス98巻では、 灰原から甲殻類アレルギーの疑いがあるとも言われている。名前の由来は小説家の小峰元から、米国版での名前はジョージ・カミンスキー。連載初期は玄太、光彦ともに歩みのことを恋愛面で好意的に受け止めている描写が点在していた。一方、歩みはコナンに私たちは結ばれる運命などというなど行為を寄せており、現在でもその描写が確認できる。 灰原の登場後は、光彦が灰原にも、好意を寄せるようになった。一方、玄太は、灰原のことを初対面時には、か、かわいいと発言するものの、その後は、つんつん女というなど、灰原に対して、恋愛面での関心は見られない。室内で、サッカーボールを蹴っていた際にカレーを調理中の歩みと、灰原の邪魔をする結果となり、灰原からテータエビンタを食らうなど苦手意識を、 持っている部分も多い。ただし、灰原の顔を至近距離から見て照れることもある。連載が進むにつれ、玄太は初期ほど歩みへの恋愛感情を口にしなくなり、光彦も歩みに好意を寄せる描写は続くものの、恋愛対象としての比重は、灰原の方へ大きく傾くようになった。メンバーは、コナン、灰原も含めて強い信頼関係を築き合っており、 全員で協力試合事件を解決に導くことも珍しくない。また、当初は不本意であったコナンと、灰原も徐々に、玄太、光彦、歩みを信頼するようになり、小学1年生である彼らに聞き込みなどの捜査を依頼することもある。前述の通り団長は玄太が自称しているが、他のメンバーは全く承認していない様子で、実質的にコナンが先頭に立って指揮、監督をとっている。 また、灰原が登場して、以降、コナンの不在時などには灰原も同様の役割を担っている。玄太自身、頭脳面で、コナンと灰原には全くかなわないため、行動時は彼らに従っている。互いに仲が良く、平時からよく集まって遊んでいる。赤坂博士がキャンプなどに連れて行く時も大抵、このメンバーである。ありがとうございます。